様こんにちは。オートバックス50周年アンバサダーの藤井マリーです。今回ご紹介させていただきますのは、オートバックスの会員制度が2023年にリニューアルし、豪華商品が当たる会員様限定のキャンペーンが定期開催されることとなりました。そのうちの一つ、スーパー GT を見に行こうキャンペーンになります。オートバックスがモータースポーツへの貢献のため、長年シリーズタイトルスポンサーとして支援を続けるスーパー GT に、オートバックス会員様向けにキャンペーンを通じてサーキットへ足を運び観戦していただきたい、少しでもモータースポーツの魅力を広げていきたいという思いで、豪華商品を用意したキャンペーンを実施していきます。ということで、本日はここ富士スピードウェイに来ております。はい、本日ここで行われているのは2024オートバックススーパー GT ラウンド2富士 GT3 アワーズレースです。スーパー GT の GT とはグランドツーリングの略称で、分かりやすく言えば市販車に大掛かりな改造を施したレーシングカーによって争われる国内最高峰のレースです。今日もたくさんの人が集まって盛り上がっておりますよ。キャンペーンの紹介だけでなく、スーパー GT そして富士スピードウェイでの楽しみ方を皆様にお伝えするため、熱く盛り上がっている会場の模様とレース前後を充実したものにするために、会場周辺のおすすめ宿泊スポット、そしてグルメ情報などをリポートしていきたいと思います。キャンペーンの詳細や応募方法などは概要欄に記載しておりますので、ぜひぜひチェックお願いします。それでは現場に早速行ってみましょう。まずやってきたのはこちら、パドックエリアです。パドックパスをゲットすれば月間エリア、パドックエリアで観戦可能な上、ピットレーンを歩いてチームのマシンを間近で見られるピットウォークにも参加していただけます。ドライバーやチームスタッフが行き交い、普段見ることのできないドライバーさんたちやメカニックさんたちのリラックスした姿も見られるかもしれません。そしてタタン、ちょっと映せるかな、ちょっとだけこちら実際にレースで使用されるタイヤになるんですけれども、普段なかなかこんな大きなタイヤを見ることってなかなかないと思うので、こういうのも楽しみの一つかと思います。これからピットウォークが開催されますので、そのまままっすぐ行くとピットに通じていますので、ピットに行ってみましょう。はい、パドックエリアからピットへやってまいりました。こちらで開催されるのはピットウォーク。お気に入りの選手たちと一緒に写真を撮ったりサインをもらったり、たくさん交流ができる超人気コンテンツです。この広い道を、今はねまだ人いないんですけれども、もうこの富士ではぎっしり人が集まって、各チームに皆さんがね応援する選手のもとへ駆けつけてまいります。もうすぐお客さんが来るぞ。はい、先ほど誰もいなかったピットとコースが人で溢れてます。よし、行ってみようかな。ここさっき私がご挨拶したところと全く同じ道なんですけれど、すごいですよね、この人の数、ものすごい人で熱気がすごいです。やっぱりスーパー GT 年に8回しかないので、その8回の中で応援している選手に会えるこのピットウォークは本当に大人気のコンテンツとなっております。はい、ピットを出てイベント広場にやってきました。レース以外にも楽しみといえばやっぱりあれですよね、ご飯。そうです、サーキットグルメです。まあ、グルメだけでもなくてですね、まあ、常設店でのグッズでしたりですとか、あとお土産コーナーもあるので、早速行ってみたいと思います。こっちが常設店で常にあるお店ですね。富士スピードウェイでは開催されるレースすべてにこちらのお店の常設店はございます。イベント広場にやってきたんですけど、ものすごいお客さんの数です。タタン、私の後ろにもこんだけものすごい数のお客さんがいらっしゃるので、ちょっともう撮影隊が入れないぐらいもう大人気、大混雑しております。イベント広場にはステージがあったり、あとはグッズですね、限定グッズがあったり、限定グルメなどたくさん楽しめるところがありますので、皆さんぜひぜひ楽しんでくださいね。レッツゴー。はい、イベント広場ではこちらご覧ください。スーパー GT キッズカートコーナーにやってきました。どう？楽しみだね。やるのは初めてですか？初めて。初めてのお子さんも簡単に操作できます。
しっかり教えてもらって安全にカート体験ができますのでよろしくお願いします。さあ観戦のメインとなるスタンドへやってきました。見てください、この長いストレート。このコースは世界でも有数の 1.5 キロのホームストレートをはじめ、高速コーナーから低速コーナーまで多彩にレイアウトされているので、各チームの攻めぎ合い、そこで繰り広げられるドラマやバトルをぜひスタンドで体感してほしいです。はい、富士スピードウェイ会場内をたくさん回っていろいろご紹介させていただきましたが、やはり現地は本当に最高です。スーパー GT ファンの方もまだ来られたことのない方も、皆さんぜひレース会場へお越しください。今回のキャンペーンは抽選で最大13組26名の方をサーキットにご招待します。詳しくはキャンペーンページをご覧ください。ここからは会場を離れまして、レース観戦をよりよく充実したものにするために富士スピードウェイの周辺おすすめスポットをご紹介します。そして今回一緒に回っていただくのはこちら、 ARTA ギャルズの広瀬あんゆちゃんです。はい、皆さんこんにちは。 2024ARTA ギャルズの広瀬あんゆです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ今回おすすめスポットなんですけども、今私たちがいるここ富士スピードウェイホテルになります。大興奮のレースの後ですね、美味しい食事を食べて体をゆっくり休めて、そんな充実した休暇を過ごしたいですよね。過ごしたい。こちらの富士スピードウェイホテルはハイアットのコレクションブランドアンバウンドコレクション by ハイアットの日本初上陸ホテルとして、モータースポーツとホスピタリティの融合をコンセプトにしたラグジュアリーなホテルになっております。富士スピードウェイから目と鼻の先にあり、アクセスもよく、レストランでは美味しい豊かな海の幸や富士山の清らかな水で育った食材をいただける、ご家族でゆっくり過ごせる内容充実のホテルになっております。はい、今日は特別にお部屋を見せていただけるということで、あゆちゃん楽しみですね。めちゃくちゃ楽しみです。はい、それでは行ってみましょう。ちょっと開けてみる。多分マシンの音とかもしっかり聞こえるんじゃないかな。あ、いいですね。わー、ただん、お、音もしっかり聞こえます。気持ちいい。この景色を一望しながら、すごい、このアングルから見たことないでしょ。はい、ね、初めてです。すごいですね。あ、風が気持ちいいですね。はーい、コースってこうなってるんだなっていうのがこんな一望できて素敵だ。そしてなんと今回ご紹介させていただいているキャンペーンにて抽選でこちらのお食事付き宿泊券が当たります。お、すごいですよね。豪華。当てたいですよね。当てたい。はい、概要欄をご覧の上キャンペーンサイトへ飛んでぜひぜひご応募お願いします。またこちらの富士スピードウェイホテルでは、ホテルとは別棟になっている大三河ウェルネス&スパという一棟すべてがウェルネスに特化した施設もあるんです。2022年10月開業で、ホテルが位置する地名大三河が名前の由来になっているんだそうです。施設内には屋内プール、フィットネスセンター、温泉浴場、スパトリートメントの4つの設備が備わっていますので、心静かにご自身を整えるための理想的なひとときを過ごせるんですよね。あゆちゃん最高ですよね。いや、もう本当に贅沢ですよね。ここに来れば心も体もリラックスできるので、すっごい素敵だと思います。そうなんです、はい、そしてその他にもホテルに併設されているおすすめスポットとして富士モータースポーツミュージアムがあります。モータースポーツミュージアムとしては世界初の試みである、国内外自動車メーカー10社の連携による常設展示を見ることができ、車作りにモータースポーツが果たした役割という視点からその系譜を紐解き、最高峰レースに出場した伝説の車両
日本初公開の車両が含まれる約40台の体系的展示や約130年間のレースにまつわる歴史を堪能することができます。皆さんぜひレース後のひとときを堪能してくださいね。はい、続いてサーキット周辺にあるおすすめグルメスポットですが、富士スピードウェイのホテル内にありますトロフェオイタリアンさんにやってまいりました。こちらでは富士山の絶景を眺めながらオープンキッチンで調理するトラットリアスタイルの本格イタリア料理が楽しめるとのことで、美味しくいただいちゃおうと思います。ドキドキしますね、うん、もう美味しそうな香りが漂ってますけど、この扉の奥にははい、いよいよ私たちが美味しい料理が待っています。わー楽しみ、はい、早速行ってみましょう。はい、行ってきます。オープン。わーすごい、すごい、こんなに綺麗な景色を見ながらお食事できるんですね。富士山はちょっと隠れてますが、本来はここにいます。ここにこんな感じで、あ、作ろうじゃ。富士山こんな感じです。なんか頼りない富士山こうかな。おこんな感じで富士山が普段はいらっしゃいます。よろしくお願いします。メインのお料理がやってまいりました。それでは早速いただきます。召し上がれ。いただきます。おしゃれだし美味しそう。うん、おいしい。ここまで聞こえてくるパリパリが新食感、うんうん、私初めて食べました。こんなに合うんですね。あ、お肉と肉とこのさつまいもチップスのパリパリ感、そんなに甘みが、さつまいもの甘みが美味しいです。私お魚ねとっても好きで、うん、楽しみにしてました。このサーモンに野菜とあとケールもね合わせていただいちゃおうと思います。パリパリしてますね。ね、それではいただきます。なんか泣きそうになってますよ、お兄ちゃん。めちゃくちゃ美味しい、美味しい。この素晴らしいコースなのですが、なんと抽選で3組6名様をご招待します。もちろん観戦チケット付きなので、レースを楽しんだ後に食事を楽しんでいただいてもよし。お食事券は半年間有効なので、お好きなタイミングでご利用いただけます。以上、スーパー GT を見に行こうキャンペーンのご紹介でした。このキャンペーンは富士だけでなく他のサーキットでも実施予定です。詳しくはキャンペーンページをご覧ください。またオートバックスのホームページや SNS も随時チェックしてみてくださいね。それでは会場で待ってます。